これから少し皆さんでご議論をさせていただける。前回も実は1周年記念ということで2時間半だったんですが、今回も少し議論の時間をせっかくですので取らせていただければと思う次第です。さて、スラックの方には島田先生と、重田先生の LA に関して、ちょっとご質問があってお答えされているような側面もありますけれども、改めまして簡単に、島田先生、重田先生、コメントとご披露いただけますでしょうか。いかがでしょうか。あ、島田です。ありがとうございます。いただいた質問なんですけど、LA というよりは LINE の問い合わせ応答のおあ、そう話です、で、です。問い失礼合わせしいまたしだた。きました。いくつかもうすでにやり取りさせていただいてまして、前々回ぐらいまでに大学から学生も発表しましたけど、例の、問い合わせ応答の仕組みをですね、今後学外にもどんどん展開していきたいというふうにも私自身も考えておりまして、そういうところで、今後 DX が一つでも少しでも進むようになればいいなと考えているところです。はい、ありがとうございます。これは何て言うんですかね、ドメイン非依存性と言いますか、大学固有ご事情というのもいろいろおありになるかもしれないんですけれども、その辺は工夫すれば NATO が島田先生、できていくと理解してよろしゅうございますでしょうか。そうですね。外に出せるとこ、パッケージをうまく作ろうと思ってますので、そこをうまく、切り出して、他の大学とかでも使っていただけるようにしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。重田先生、いかがですか？はい、ありがとうございます。私にいただいたのは、AR、VR の活用ということだと思いますが、本学ではですね、例えばその原子力教育なので、ちょっと話題にもなっているんですけども、いわゆる高レベルの放射性廃棄物を、かなり地下に埋めるような実験施設が北海道にありまして、そういったところの実習を本当はしたいんだが、なかなか潜ること難しいと。そこにですね、実際潜って中の様子を、体験したり、実地観察できるような VR コンテンツなどを作ってます。あと、医学部の方で、患者対応等をですね、VR コンテンツを作って対応するという、COI プログラム等もありまして、そういったところでもいくつか事例があるという状況です。はい、VR、AR はこれからかなりもっともっと進んでいくところで、ここの中でもいくつかご紹介させていただきましたけれども、いただいた質問も踏まえまして、また改めてちょっと、いくつかの先進的な事例もご紹介できればなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それから加納先生へのご質問等がございますが、いかがでしょうか。私にいただいた質問は2件ありまして、1つはオンラインとリアル、オンラインとオンデマンドはバーサスなんでしょうかっていうご質問で、昨年4月の段階ではオンラインと教室という、対立するものとして考えていたんですけれど、1年終えてみて、学生と教員の相互作用によって成り立っている授業と、相互作用なしの一方通行の授業という分け方が、いいんじゃないかなって考えるようになったという、補足説明をさせていただきました。で、2点目の質問に関しましては、オンラインでの、では、試験の正答率が9割、教室では3割割れてありましたが、オンラインではカンニング、お友達と LINE などで通信して答えを得ているという可能性はありませんでしょうかというご質問だったんですけれど、これに関しまして、2019年までずっと行っていた教室での試験であっても、何を持ち込みかでも構わないですし、それこそ、ピュッと図書館まで行って、
って本借りてきて本見てもいいよっていう形ですし、インターネットも調べ放題ですので、当然教室の場合であってもお友達と LINE などで通信するっていうこともできますっていうことを回答させていただいたという次第です。はい、先生どうもありがとうございます。そうするとこの差をこうもうちょっと細やかに、今後いろいろご活躍をいただく必要が出てきたと、まあ、なんかそんなイメージでしょうか。そうなんです。どこが違うのかなっていうのが、はい、私もちょっとどうやって調べようかなって考えてるところですので、何かのアドバイスがあれば教えていただければと思います。ちょっと差がアストニッシングに大きいので、皆さん多分気になられたんじゃないかと思います。また何かお分かりになられましたら、ご教示いただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは杉森先生に関して、このコメントスクリーンっていうツールでございますが、先生いかがでしょうか。ご質問に関しまして、はい。はい、ありがとうございます。と、まあ、コメントスクリーン結構皆さん楽しんでいただいたと思うんで、ぜひ問い合わせてあげていただければと思うんですけど、ご質問いただいたのは、資料の中に、Google フォームを紹介させていただいたんですけど、Google フォームが出席管理には向かないですよっていう話を少し書いておいたところをご質問いただきました。で、私の授業の場合は、Google フォームに書き込むそのリンク先を、最初は授業でこう画面に出して QR コードで出してとかいうふうにしてたんですけど、私の端末 QR コード読めないですとかいう子がいたりするので、もうMoodle の上にリンクを載せてそこで書いておいてくださいっていうふうにしてるんですね。そうすると、授業の時間に、あるいはまあ授業時間中にコンディション悪くて書けなかった子もまあ後で書いてもいいよっていうふうにしてるために、結局出てなくても書けるわけですね。で、出てなくても別に書いていいよっていう態度で僕はやっているので、まあ厳密に出席をこうきっちり教室に来たかどうかを見たいっていう人には、まあ向かないかなっていうお話を少し書かせていただきました。はい、ありがとうございます。まあこの辺はちょっと使ってみるのが一番いいのではないかなという気もしますので、皆様ちょっと試し使いが可能なのかどうか存じ上げませんが、興味深いツールのご紹介ありがとうございました。それから、このレノのツールをご紹介いただきました岡田先生ですが、これやっぱりみんなとても興味を持ったと思うんですが、はい、先生からちょっとご紹介。はい。はいはい。ですね。まず最初の質問がアルコール OK なのもありますでしょうかってことですけど、これちょっと私、それ OK とだけ返してしまったんですけど、もうちょっと別のところから、説明させていただきますと、私が今全学向けにこうやってるっていうのは、多分ちょっとアドバンスドなことで、本当はもっとまず学科だけとか、そういうのから始めるべきなんじゃないかと思ってるんですね。実際のところ、我々、データサイエンス学科という学科内の教職員の忘年会みたいなのもこれで行ったりしましたし、で、そういう場面でまあこれが向いてるのはやっぱりこう、なんですかね、僕はこういうこと言うのはあれですけど、偉い先生が一人でズームの一画面だとなんか馬鹿支配的になるところが、まあ分散したりするのがまあいいところかなみたいな思ったりしましたね。で、まあそれはいいとして、まあ、狭い範囲、友達間あるいはその学科内とかのイベントである程度こう交流をにしてから、まあ全学の場もあるよみたいな形で盛り上げていくのが本当はいいかなと思っていて、まあスケールさせていくにはって話にありましたけど、できればまず学科とかで各教員なりが何かやってくれるといいのになと個人的には思っているという感じです。ちょっと長い話しました。で、もう一つは、ディスコードがおすすめなのは無料な点でしょうかということに対してなんですけど、まあコメントで返事させていただいたんですけども、やっぱりなんですかね、我々教員とかがこうイベントを企画するっていうと、なんかライトニングトーク会とか、まあビブリオバトルとか勉強っぽくなりがちなんですけど、なんていうかそういうのじゃないんだよっていう気持ちが僕にあって、お互いの生の人格に触れるみたいなところが足りてないんだよなというようなところで人を集めようと思ったんですけど、そうなればなるほど、まあ
なんですかね、その目的のない集まりになっていくので、その喋る相手っていうのをフレキシブルに取り替えられる仕組みが必要かなというふうに感じてて、まあ、その辺がリモは向いてるかなと思ったんですけど、まあ、その機能においてディスコードっていうのが一番あの他の近いかなと思ったということになります。すいませんちょっと長くなりましたが以上です。あ、先生ありがとうございました。はい、柏崎先生何かコメントありますか。オンラインでお話しいただいても大丈夫ですが。唐突すぎる。いや、僕は本当に今回は、一傍観者として頼ま、しませていただきました。どうもありがとうございます、皆様。それでよろしいですか。はい。はい。どうもありがとうございます。いや、ああいうツールはやっぱり、使ってみないとわからないのと同時に、使ってる人が、こうどんどんアダプトを普通していくのが普通ですので、一定期間こう使いこなしてみないとその味というものもなかなかこう味わえないんじゃないかと思います。一方でこういう種類のものが今タケノコのようにあちこちからこう出てきているんじゃないかと思いますので、またこれをご視聴の先生方でいろいろ違うものを使ってみて、こういう機能が良かった、ああいう機能が良かったっていう、まあ、ある意味で言いますと本当にこのセレンディピティの空間というのが、一番こう作るのは実は難しいということかと思いますので、ご紹介の方いただけますと大変ありがたいかなと思っている次第であります。さてもう一つご質問がございましたのは看護の実習に関しましてですが、ご説明いただけますでしょうか。すいません、上西です。ご質問ありがとうございます。はい、ご質問ですね。オンライン実習では学生自身の、そういうオンラインレジデンスと患者さんとのレジデンスサポートの、両方の意味、課題があると思いますが、という質問をいただきました。学生自身のオンラインレジデンスに関しては、教員側のサポートというか、工夫で、支援はできると思うんですけども、その、患者さんに対するレジデンスサポートっていうのは、やはり、経験上ですね、完全オンラインの状況ではなかなかやることが今現在難しいかなというふうに思っております。実際その患者さんのレジデンスを高めるケアにはどういうものがあるかっていうところも、あるんですけども、そこを踏まえて、実際学生が、例えば患者教育という視点で、こういうことを患者さんに伝えると、その患者さんのレジデンスのサポートにつながるというところまで、まだ現段階では結びつけて教育ができないところがあると思いますので、そこっちの方の課題の方が、これから大きくなってくるかと思います。またそれをオンライン化でもうまくできるような方法とかも検討が必要かというふうに思います。以上です。先生どうもありがとうございます。そうしましたら、皆様、一応、スラック上等にお書きいただきました、件に関して、ご紹介をさせていただきましたが、もう少し、全体的なところで、このシンポジウムを運営してきた先生方からのコメントもいただければと思いますが、まず一番先導をしてきていただきましたメンバーの重鎮の一人であられます安空先生、いかがでしょうか。先生はおっしゃっておられるこうメッセージとかなり共通するメッセージをデータが中大切で、それが国家のアセットとしてというような形につながるようなことは、いろいろな先生からの口からも、伺えたのではないかなという気がしますが、また一方でそのエコシステムのが一番大切なのってみんな感じているんですけど、なかなか作るのが難しいんじゃないかなというところもありますが、先生いかがでしょうか、その辺のご展望に関しまして。はい、ありがとうございます。まずデータ駆動で教育の
ことをきちっとやっていかないといけないっていうのは、実は、キスルガ先生なんかとも、まさにこの、幹事団と同じようなグループで、一昨年あたりからこう議論をしていたところだったわけですね。で、ただ、その時は、本当にその草の根につながる話になるのか、みんながついてきてくださるのかという、そういう不安があったわけですけど、それを一気に解消してくれたのが、くれたという言い方が良くないですけど、COVID-19 という、ちょっと、我々想定してなかった事態が、必然的に、もう草の根の方が先に広がらざるを得ない、そういう状況を作ってくれたんだと思います。ということは、今度逆に、上位層って言いますか、その国全体のデータ基盤をどういうふうにこれに対応してしっかりしたものを作っていくかというところも、喫緊の課題として、やはり、これはまあ政府にもお願いしながらやっていかないといけないと思いますけど、逆に草の根でもうこんなものができてるんだから、ここを、やはり国の方でこういう支援をきちっとしてほしいとか、民間で、こういうサービスを作ってもらえないだろうかっていうような、そういうリクエストは逆に現場から出していただける環境ができたんではないかと思っております。で、健康データ、いわゆる医療データとか健康データに関しては、社会的にも結構議論はされてきてますが、教育データの議論ってあまりないわけですけど、一方で、全国民が生まれて、必ず教育を受けるわけで、そういう意味では、社会基盤として、非常に医療とか健康と同じぐらい重要な話であるという認識を持って、我々、この国の教育データ、学習データを中心とした教育の改善、あるいは改革をやっていく必要があるんじゃないかというふうに思っております。先生どうもありがとうございます。私もここで LA の話の実態感をの動きをこう肌で感じながら、冒頭審議官からご紹介がありましたような、萩生田大臣なんかがお手になられるようなところで、なんかお経のようにデータ駆動、データ駆動と、教育のデータ駆動というのをお経のように唱えておりましたら、結構多くの教育関係の先生方が、だいぶそういう言葉が浸透してきたかなという感じがしておりまして、多分、近々出てまいります、教育再生の提言の中にも、そういう言葉が、散りばめられてくるのではないかと感じております。まあまあ、まだ先行きは読めないところもありますし、そもそも逆に我々が今度はその、データ駆動にするトゥールキットを一生懸命私たちが考えてご提供していただくてはいけない役目を担うことになるのではないかとも思いますので、一層気を引き締めて取り組んでいく必要があろうかなと個人的には感じていたりします。今日は北先生が非常に高所対象の、ご発声をいただいたんですけれども、北先生先生のお話はあまりにハイレベルすぎたと思うんですけれども、もうちょっとこの現世のこの、デジタル化に、少し寄り添ったご発言に変換していただきますと、今矢面先生がおっしゃっておられる方向というのと、
は、大体方向感は同じだと思ってもよろしいでしょうか。ご意見お願いします。はい、そうですね、僕の、今日の発言って、その前の竹村先生の、まあ、問題提起の一つの答えだと思ってお話をしたのと、安浦先生のお話につなぐと思っていますね。データというところで言うと、一つは学ぶためのコンテンツそのもののデジタル化、あるいはそれのデータ化、それから、学んだ後の人のプロファイリング、つまりその人世の中の役に立つのかとか、何ができるんやっていう、その入り口と出口で真ん中に学習行為、あるいは教授行為が入るので、全体を少し、整理して考えるといいかなと思っています。そんなとこなんですけど、ただデジタルに持っていかないことにはこの国は、貧乏ですので限界費用の安いデジタル技術を使うしかないなというところはぜひご理解いただきたいなと思います。ただ高等教育すごく細分化されているのでうまくやっていかないとなかなか、初等中等教育のように均一のカリキュラムで、全員が学ぶというわけではないので、そこのところは要注意かなと思っています。まあ、逆に言うと、その高等教育の良さというか、一番大きな特徴が、その学問の多様性というところにあるんじゃないかなという気もしておりまして、その多様性をうまく維持するためにも、なんかこう、アイランドがこういっぱいできるんじゃなくて、なんかデジタルコネクションしながら、よりエンパワーするっていうところが、なんか喜連川的には、今回のコロナで、そこに随分の多くの方が気づいていただけたんじゃないのかなって気がするんですけれどもね。はい、それはそうだと思いますし、やっぱり、コストをかけてでも教育しないといけないところが、例えば今日のご発表でも看護であるとかっていうところは、うん、なんか前走っていただいているようなところも、します。あと、まあ、デジタルのところに今日私プログラミングの授業の話をしましたけど、本当にそもそも活動自体がデジタルな活動なので、ある意味で、親和性が高いわけですね。そうですね。はい。だからそういうところを前走りながら、やっていく。っていうところはあるかな。逆に、京大の数学の授業なんかでも、教育する側も学習者の側も紙で書くっていうことが一番効率がいいので、逆にそれをどうデジタルでつなぐかっていう技術が一番うまく使えたみたいなところはあるわけですね。だからやっぱりそれぞれのところで、いかにボリュームをうまく出していくかかなと思ってます。ありがとうございます。北先生からお名前が挙がりました、竹村先生の、まあ、要するにアウトカムベースといいますか、何時間勉強しなきゃいけないというよりも、そのスキルがあるかどうかでも判断すればいいという議論は、結構教育再生の中でも議論されてるんですけれども、竹村先生、そういうのにだんだんうまく我々が持っていけそうでしょうかね。いかがでしょうか。いや、それは難しい。難しいですかね。持っていけるかどうかっていう、要するにそれは制度の問題なので、難しいところはあると思います。要するに、例えばなんかプログラミングを教えて、私情報処理技術者何級持ってるんで、この講義単位くださいと学生が言ってきても、それは大学の制度上、あ、いいよとは言えないので、そういう教員が言っていいんだったら、いろいろ変わると思うんですけれども、私、高校2年生の時に英検1級を取ったんですね。英検1級って大学卒業レベルなんですよ。でもそれ持ってても大学の英語の授業全部出て、結局試験も受けられたなんて何のメリットもないと。だからそういうところが変えられるかどうかっていうのは、制度的に変えるのと、あとは、まあ、なんていうんですかね。そういう、多分そういったその、コンピテンシーを的確に評価することができるのかどうかということで、例えば MOOC なんかだと、要するに今の例えば期末試験っていうのは、要するに、たくさん教えたことの中のいくつかのサンプリングだけを取って、それでこの人はちゃんとやったかどうかを見てるので、結局それは授業出席と組み合わせないと、全部学習したことにはならないわけですけれども、何らかの方法でそれを、
要するに完全習得してるかどうかを評価できればですね、それでもうその、実際にビデオは3倍速でもいいとか、試験は、教材読まなくてもいいよと。最後のその、完全習得してるかどうかの試験が、まあ、そういう、まあ、どっかでこう、定期的にテストするんですけど、そういうことで、確認できればいいよってことになると思うんで、これはまさしくデジタル化で、MOOC なんかがそういうやり方をしているので、これからちょっとずつ変わっていくんじゃないかなとは思っているんですが、長期的には変わらないと思います。はい。いや、多分学生と一緒にこう講義を作っていくっていうお話があって、やっぱり学生にとってみると分かってる講義に出て単位を取るというようなことっていうのはもうだんだん虚しく感じるようになってくるのはもう必然の方向ですよね。そうです、はい。だから逆に教員は逆にこう新しい技術はこうやって、習得しましょうっていう、その多様性を持っていろんなものの中の必要な情報をどうやってこのネット社会から探してきて自分の身につけるかというスキルを学生が身につけるとですね、学生勝手に育つということになりませんかね。いや、もうだから先生が今考えていることよりもぶっ飛んだ、はい、思考を学生たちの方がむしろ身につけてくる、そんな時代に我々がじゃあ次何をしていくのかみたいな話にだんだんなってくるんじゃないかと思いますが。おっしゃる通りですね。そういう意味では、今回ずっと見ていただいてて、かつ、アクシスの会長でもある深澤先生、ご展望はいかがでしょうか。あまり難しいのを振ると怒られそうですが。とっても難しいのは、教員が変われるのか学生が変われるのかって言ったら、学生の方が簡単に変われるんだと思って。そうですね。で、教員の中で誰が変われるのかっていうと、若い先生の方が変わりやすくて、いわゆる温帯というか、重鎮というか、年寄りの先生の方が変わりにくいんだと思っています。で、そこの、まあ、やがて何年も経てば、年寄りの先生はいなくなる。まあ、と思ってれば、そこまで我慢できるかできないかっていうところの、そのサイクルを少しでも早くするためには、実は何をしなければいけないのかっていうのを少し考えたいと思っています。つまり、年寄りの先生向きの話をもう少し、この、シンポジウムでも突き詰めていきたいなと、年寄りの深澤はそう思っております。そうでしょうかね、先生。なんか、万年、青年みたいな先生もやっぱりかなりたくさんおいでに。そういう先生はいいんです。まあ、はい、年は取ってても新しい技術にこうどんどんアジャストしていくような人はいいんですが、10年前と同じ授業をそのまま黒板に向かってやってるような先生も、まあ、いないとも言えないので、そこは考えなきゃいけないのかな。そうですね。それは、どなたかから、あれこれもあれかな。ご発表があったかと思いますけれども、結局、学生たちがどんどん評価をするという中で、いい講義が次々と育まれてくるというメカニズムの中で、まあ、ある意味の淘汰が起こるということじゃないのかなと。で、それはちょっとおっかないところが先生方にはあるわけですけれど、まあ、所詮その方向に向かざるを得ないと腹をくぐったときに、まあ、我々がどういうアクションを取っていくのかなということです。ただまあ、大学も大きな大学はかなり霞が関的なところがありますので、まあ、自らをこう、律しながら進めていくことを我々自身も本当はやっていかなくてはいけないというところなんですが、まあ、深澤先生もはじめ、今回は原則組織を代表してものを申しているというよりは、組織の一構成員として、組織を引っ張らない形での発言をさせていただいたということを、これを日本参加いただいている方はご理解いただければと思います。それでは、ちょうど3時となりましたので、本日のシンポジウムは、これにて終了させていただきたいと思います。